ビートライブニュース。5月4日土曜日、京都府八幡市の岩清水八幡宮で開催された竹あかりイベントにビートライブのメンバーが参加しました。はい、元気いっぱい KBS カルチャー八幡校のニクラスと A2 が参加しました。その様子をご覧いただきましょう。どうぞ。毎週木曜日夜12時から KBS 京都で絶賛放送中のダンス番組ビートライブ TV からやってまいりました。私ターボと言います。皆さんよろしくお願いします。KBS カルチャーやらさんとしての若菜ナンバーです。やたこモモナンバーです。皆さん拍手。本気を出されてよかったです。砂で下が滑ったけど楽しく踊れたので良かったです。ビートライブ TV イエーイ。春の発表会のために一生懸命練習してきたナンバーで、こうやって地元のイベントにも参加でき楽しそうですね。お友達もたくさん応援に来ていました。いやー、なかなか素晴らしいロケーションでしたね。神社の前でヒップホップ、特に海外ではこういう映像が受けるんですよね。はい、 A2 のあかりも KBS 八幡校のキッズ出身ですから、今日踊っていたキッズたちも大きくなってもダンスを続けて活躍してほしいですね。続いてはインフォメーションコーナーです。